こんにちはジェコとイジです、まず冒頭にいきなり謝罪なんですけど、えー、と実は10月の20日から26日の木曜日まで、えー、遅めの夏休みをもらってそれで、えー、九州の方に、ねえー、ツーリングに行こうかなっていう計画を立ててましたせっかくの機会ですので、えー、前々からこの YouTube を通して交流があった福岡のエルビス・チャッピーさん チャッピーエルビスさん <laughs> どっちがファーストネームなのかわかんないですけど、チャッピーさん、チャッピーさんっていうふうに呼ばせてもらっておりますが、ハーレーノリの,りの、えー、チャッピーさんをはじめとするボーンエンジェルスの、えー、チームの皆さんとお,お会いできることを楽しみにその計画を立てていたんですけども、もうね、どうしようもないちょっと職場の仕事の都合で行、えー、けなくなってしまって、えー、1週間、 切ったところで、うん、すいません、行けなくなってしまいましたっていう連絡をせざるを得ない状況になって、もう本当、大変申し訳ありません。会うことを本当に楽しみにしてたけれども、本当、自分自身で残念でならないんですけど、まあ、言い訳は、あ後でまた、するとして、言い訳というかね、また愚痴っぽくなっちゃうんで、その話はやめにして、本当にもう、いろいろと手配してもらっていたにもかかわらず、直前で行けなくなってしまったということで、本当に申し訳ない思いでいます。 ただ、もし皆さんにお許しをいただけるんであればというか、えー、またもし会ってくれるっていうことであれば、本当にその時はね、えっと、自分も行きたい、皆さんとお会いしたい、こういうバーチャルの世界じゃなくて、インターネットの世界ではなくて、実際にお会いして話をして、で、握手をして、<laughs> っていう交流をしたいっていう思いがありますので。 本当にちょっとこれに懲りずにまた本当に機会があればぜひ現場に行きたいっていう思いがありますので、えー、その際はよろしくお願いします、えー、さて、えー、今回の動画の本題ですけども、えー、久しぶりに、えー、バイク用品、えー、高額商品まあ高額でもないかなでもちょっとパッと買えないっていうぐらいの値段のものを購入しましたのでご紹介しますもう見えてると思いますが こちらですねサインハウスさんのビーコムで今回買ったモデルが最新のこの夏に出たばかりのビーコム6 x っていうモデルです。買っちまいました。今年のモーターサイクルショーでねサインハウスさんのブースを訪れてさんざん欲しい欲しいって言ってたんですけどその時のフラッグシップのモデルがビーコムの 5X。 だったんですけど、まあ、5X が出てから2年近く経ってたのでそろそろ新しいモデル出るんじゃないかなっていうことでその 5X の購入は見送っててでこの夏にやっぱり予想スエり 6X が出ていよいよ買うかっていうふうに思ってたんだけどなかなかね品薄でね、あのー、手に入んなかったんですよ。で今でもその品薄の状況は続いてて。 アマゾンとかインターネットショッピングなんかの情報も見てたんですけどもどのサイトも入荷待ちみたいな感じになってて即納っていうのはありませんでしたただですね自分の場合は今度11月の4日に AJ ツーリングクラブの総会というふうに称してメンバーと一緒に大所帯のね20名近くでのツーリングを行います。その時に、ね、つけててていいいきたななっっう思いがあってなんとか 10月中には手に入れたいっていう思いで昨日バイク用品店に電話しまくって在庫の確認をしまくってようやくとあるバイク用品店で在庫ありますよっていうことで購入することができましたいくつかそのバイク用品店に連絡を取ってる中でまだ予約をしていた人にすらも渡ってない状況とかっていうお店もあったりとか。 今のところその供給の状況があまり良くないみたいですね品薄になっているという感じですその中でなんとねこれそのお店からは口外するなっていうふうに言われてるんですけどまあ、ちょっと店の名前出さないからいいかなと思うんですけど、えー、ここのヘルメットに今ちゃんと取り付けられてますけど取り付け工賃無料でしかも、えー、この新製品なのにもかかわらず10%オフで購入することができました B コムって決して安い製品ではなくて3万5 6千円するんですよね税込みででその10%オフなんで、えー、3000以上割引になってますから結構大きいですよねで店によってはこのヘルメットへの取り付け工賃として別途二2000円ぐらいかかるところもありますただその店に関しては取り付けも無料でやりますでたまたまセール期間中であったっていうこともあって10%オフで購入することができました すげえついてる電話で、まあ、いろんな店に在庫の状況を確認していた中で「えー、Beacom6X 在庫ありますよ」って言ってくれたお店があって現時点では在庫あるんですけどもしお店に来た時点で売り切れてしまってるとまずいので「取り置きしておきますか」っていうふうに言ってくれて、まあ、何しろ品薄だっていうふうに言われてるのでこっちも ま特にのの購買意欲じゃないんだけどなくなったらまずいっていう気持ちがありますのであじゃあちょっと取り置きお願いしますっていうふうに言って取り付けてもらうヘルメット準備して支度をしてたんですけどその時にまたそのバイク用品店から折り返し電話があってその電話出たらもしかしたらなんかその在庫あるっていうのが間違いの情報で実はなかったとかそういう話なのかなとか 出る前思ったんですけどそしたらその店員さんから言われたのが実は明日からお店のセールがありまして店内全品10%オフになるんですっていうことなんですビーコム結構あの値段がする商品なので10%結構大きいので明日来てもらえれば 10%オフになりますよっていうのをお伝えすればよかったんですが先ほどの電話でえ自分の方がそれをお伝えするのを忘れてしまったのでもし今日ご都合よくて来られるようであれば明日から適用される10%オフの値段で今日販売させていただきますのでっていうふうにわざわざその店員さん連絡くれてで見事に10%オフの価格でゲットするっていうねなんかついてたのかなんなのか 現時点でその希少性というかなかなか手に入りにくいビーコムの 6X を手に入れたっていうことに加えてさらに10%オフで買えたっていうことでねなんか今回のこの買い物に関しては今のところ非常に満足が満足度が高い買い物をしてしまったなというふうに思ってますね。 あのー、ネットの通販なんかでもどこも全部定価売りでやってますので値引きとかしてなかったのですげえいい買い物しちゃったなっていう思いがありますまあただね、えー、このものっていうのは活用してみて実際に使ってみてその良さが分かると思いますので現時点でこの B コモを使いながらの走行っていうのはまだできてませんので実際に使ってみて、まあ、その辺のレビューというか使用感についてはまたお話しできればなというふうに思ってます で今回お話をするメインの話としましては、ちょっとこの B コムを購入するにあたって、えー、自分もインカムのね、えー、知識があまりにもなさすぎたので、買う直前まで、本当に B コムでいいのかなっていうふうに思いながら、そのバイク用品店に行ったんですけど、そしたら、そのバイク用品店の入り口にたまたまね、えー、こちらにあります、見えますかね。 えー、セナ、これもインカムのメーカーなんですけど、セナさんの営業の担当の方がいて、このセナの方も商品の説明を聞くことができました。ここに載ってるね、セナの 20S っていうモデルが、えー、セナの中の一番いいモデルになるのかな。 で価格もねだいいビ B コムと同じぐらいの値段で売ってますじゃあどっちがいいのかっていうのを、まあ、皆さん迷うと思うんですけど、まあ、そこを率直にこのセナの担当の人に聞いてみましたそもそもセナと B コムと、まあ、どっちがいいのかというかあの特徴って何なんですかっていうふうに改めてそこで聞いてみたんですけどまたその説明が非常によくて今回購入したのは B コムなんですけどあのセナ のイメージも非常に上がったんですけどその営業の方が言うには BCOM さんは国内のインカムシェアナンバーワンですとあじゃあ BCOM <laughs> やっぱ BCOM じゃんって <laughs> いうふうに思ったんですけどセナは世界シェアでナンバーワンですということなんですねでそもそもの違いとしてはセナは英語圏海外で 使ううこととを想定しているといるか、海外でのシェアが非常に多いので、えー、ローマ字での発音で通信したときに聞こえやすいようにできている。でビーコムっていうのはサインハウスさんっていう日本のメーカーが作っているものなんですが「アゆえおの日本語の発音をうまく伝えられるようにできているそうです。 まあその辺りの詳しいことはわからないんですが日本語が聞き取りやすい b ーコムと英語が聞き取りやすいセナっていうことらしいですまあだからといって日本語が聞き取りにくいわけではないと思うんですけどねセナもねで b ーコムに関してはやはり音質とまあ音楽を聴く人もいると思うんですけどラジオとか、まあ、カーナビとか いいろろとにかく、まあ、音声を聞くためのものですのでその音質に関してはもうこの b ーコムに勝るものはないというふうにセナの担当者の方が言っていましたただですね音質がいいということはその音のデータっていうものが非常に重たいデータであるとそれをこの無線で飛ばしてこの中で処理して聞かせていると。 それに対してセナは B コムよりも音質に関しては若干犠牲にしていますがその、えー、聞こえる周波数帯っていうのかなを若干狭めたりとかしてその音声データを音のデータを軽い状態で飛ばしているということなんです。それによるメリットといいううのが何かっていうと ちょっっと小難しい話にななてきたな <laughs> 自分も話しててうまく説明できてるかよく分かんないんですけどセナの軽いデータで飛ばすことのメリットっていうのは例えば音声通話をするプラス携帯のカーナビも一緒にこのセナのインカムにつなぐあとは例えばアクションカメラとかなんか別の u e t o o t h の機器をセナにつなぐ 例えば三つの Bluetooth 機器の接続をした場合に、セナの動作というのはすごい軽いらしいんですよね。それに対して、ビーコムは音質にすごいこだわってるがゆえに、データが重くなってしまって、二つ接続しました、三つ接続しましたっていうふうに使っていくと重くなっちゃうらしいんですよね。動作が重くなって音が不安定になったりすることがあると。 いう風に言ってました非常にねその営業の方の説明がやはり上手くてですねずっとインカムのことを突き詰めてみている人なのでいろんなメーカーのインカムのことも知ってるしかといってねその一応セナの T シャツを着てはいるんですけどセナをガンガン押してくるっていうわけじゃなくて b ーコムのいいところもすごい言ってくれてっていうのもその方が言うにはとりあえず。 インカムっていうもの、メーカーにこだわらずインカムの良さっていうのをまず知ってもらいたいというふうに言っててそれが BCOM であろうがセナであろうが使ってすごい便利だないいなっていうのを知ってもらわないことにはねインカムの市場が大きくなりませんから結果的に買ってもらえるのがねこの BCOM だろうがセナであろうが私はどっちでもいいんですと。とにかくインカムが、 えー、便利でいいものだっていうことを知ってもらいたいんですっていうふうに言ってました。でそれが、えー、お客さんの使い方に合ってるものっていうのを選ぶのにお手伝いができればというような感じで言ってましたね。